オバラ道路は、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体で、コマルカダマリーニャセントラルに属す。スペイン国立統計局によれば、2010年、の人口は2185人。住民故障は、バレドース、エサ。カスティーリア語表記は、バジェでオロ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.37%。オバラ道路は、ルーゴ県の北部に位置し、 コマルカダマリーニャセントラルに属する。隣接する自治体は、北が、ビベーロ、小米、セルボ、東がホス、南が、アルホス、アバディン、西が、ムーラス、オーロルで、自治体の中心地区は、フェレーラ教区のフェレーラ地区。自治体市長は、ガリシア国民党のエウロヒオ、フェルナンデスサンパーチョ、自治体表議員は、ガリシア国民党、5、ガリシア社会党、3、 ガリシア民族主義ブロックに手が1となっている。オバラ道路は10の教区に分けられている。太字は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。